アイテム番号 SCP-031。 愛とは何ぞや。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-031 は、確保施設ファイルサイト77にあるセーフ SCP 棟に設けられた標準収容室に入れられることになっています。 SCP-031 と接触する職員は、 SCP-031 を直接に見てはならず、各室に設置されたインターカムを通じて非現体と交信するようにしてください。収容室は SCP-031 の影響を軽減するための不透明なゴーグルを装着した管理スタッフによって週に一度は清掃する必要があります。説明。 SCP-031 は 75kg の質量を持った不定形の有機体です。 SCP-031 は時速 3km の速さでの移動が可能で、移動すると油の跡を残します。ただし初歩的な動きしかできません。回収された筋繊維サンプルの検査によれば、 SCP-031 の少なくとも一部は人間と同じ筋繊維及び表皮組織からなっています。 SCP-031 はあらゆる音程口調の人間のしゃべり声を模倣することができますが、 SCP-031 がどうやって発生しているかは現在のところ不明です。 SCP-031 を直接見た対象者は、 SCP-031 のことを対象者の過去いくつかの時点で面識を持ち、また恋愛的な魅力を感じていた人間として認識します。見られていることに気づくと、 SCP-031 は自身が上記の人間であり、また過去の事情のため貧困にあえいでいると訴えます。 SCP-031 は対象者に対し、落ち着いた状況に戻れるまでの長い間一緒にいさせてくれるよう説得しようとします。この影響は SCP-031 を直視した全ての対象者に対して適用されますが、 SCP-031 の影響を受ける人数の上限については研究で明らかになっていません。住居に入り込むと、 SCP-031 は対象者と恋愛的な関係を築こうとし、もし対象者が受け入れれば、 SCP-031 は彼らの家に住み込もうとします。いくつかの事例においては、 SCP-031 が一度に2人以上の対象者に影響を与えようとしたことが記録されており、 SCP-031 と何らかの関係を持つ対象者との間に少なくとも18のホテル部屋を含む様々な巣を最終的には有していました。 SCP-031 は編集済みでの暴動の後に警察の矛盾した記録を受けて回収されました。複数の対象者が SCP-031 の外見に関して全くバラバラの報告を行い、また初期の民間人の一団も SCP-031 の影響を受けました。しかし記憶喪失効果のある吸入式の精神安定剤を広域散布することで、影響を受けた対象者たちは鎮静化され、機動部隊プサイ7は SCP-031 を居住地としていた閉鎖済みのホテルより回収することに成功しました。1958年11月16日以来、SCP-031 は政府クラスに分類されています。ホイ研究により、無性愛者である対象は SCP-031 に影響を受けないことが明らかになっています。しかしこうした対象は全て SCP-031 のことを体の形に沿って黒ずんだ煙に覆われている小さくてブヨブヨした人型の姿であると報告しています。この現象を解明するため、さらなる検査が必要とされています。このさらなる検査では SCP-1937 によって影響を受けた知覚対象が同様に影響を受けることを示しています。